いや、いい買い物しました。なんでこんな1年もね、封印してたのかっていうぐらいバカでしたね。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。皆さん、こちらを知っておりますでしょうか。タッセルと言います。監督の印象としては、おしゃれ系女子のカバンにちょこんとついているもの、というですね、イメージがありました。この機会にタッセルというものを調べてみますと、タッセルは布の終わりの部分に取り付けられる装飾である。世界中の多くの文化において様々な種類が見られる全世界的な装飾品となっている。タッセルの語源はラテン語でとどめるを表すタッセルに由来している、今回は監督のカバンにもタッセルをつけようというですね、ものではなく、タッセルをさらにバカでかくした派生された商品、カーテンタッセルを今回購入してみましたので、こちらをですね、紹介していきたいと思います。で、その前にですね、カーテンタッセルなんですが、役割ですね、カーテンにですね、ぐるっと巻きつけることによって、カーテンが固定されて、出窓の出入りがしやすくなったり、何よりも見た目がすっきりします。大きくですね、4つの種類に分けられております。まず1つ目、草掛けにかけるタイプ。こちらがですね、まあ、オーソドックス、タッセルの両端がですね、輪になっていて、壁に取り付けるタイプのものとなっております。一般的なやつでカーテンを購入すると、カーテンと同じ生地で作られた、共切れで、カーテンとセットで売っていることがほとんどだと思います。各有、私、監督もですね、今の今まで、カーテンを購入した時に付いてきましたタッセルを使っておりました。続きまして、二つ目、マグネットタイプ。タッセルの両端がマグネットになっておりまして、それをパチッと付ける簡単なタイプになっております。続きまして3つ目、クリップタイプ。こちらもですね、先ほどのマグネットと似たようなんですが、クリップで付けるみたいな感じですね。続きまして4つ目、ワイヤータイプ。こちらはですね、ワイヤーなのでも自由にぐにゃぐにゃ曲げたりできますので、カーテンの形やボリュームに関係なく、束ねることができるタイプとなっております。で、今回監督がですね、購入したものは、一番最初の、房にかけるタイプのカーテンタッセルを購入しました。その前にですね、私監督の部屋のカーテンなんですが、ニトリで購入しました。もう窓がもうバカデカすぎて、あなたのサイズのカーテンはないですということでですね、まあ、ニトリさんでオーダーメイドで購入しました。高いカーテンなんで、やっぱりそれに見合うカーテンタッセルが欲しいなというわけでですね、今回の企画に関わってくるわけですよ。ちなみになんですけども、購入したのが1月なので、動画を撮ろうと思って1年間お尻にしまっていたカーテンタッセルです。もうついに顔出しならぬ物出しです。では1年の封印を得て出ます。お値段がですね、税込みで878円。こちらどうでしょうか。店頭で購入したのですが、見た瞬間これだと思いました。おしゃれかつ高貴エレガント、見てください。いや、もうあのカーテンにぴったりだなと思い購入しました。おお、なんか似てない？すいません、この見て、この束の厚み、この感じ、そしてここちゃんともう生がね、がっちりとしたロープ、とにかく神々しい、まさに神殿にありそうな感じです。これをですね、選んだ理由がもう一つあります、まあ、最近はあまり時間がなくて見ていないのですが、インド映画がめちゃくちゃ好きなんですよね。で、インド映画ってもうとにかく莫大な資金を投入して、ロケーションとかが豪華絢爛なね、これに憧れて、監督ラボもまあ普通の家だけども、普通のアパートだけども、ちょっと窓とかね、こだわれるところはやっぱりね、そういう豪華絢爛な家にしたいわけですよ。それがですね、800いくらで買えるんだったら安い買い物だと思いませんか。カーテンの上から3分の2くらいの位置にタッセルの縁が来るとベストポジションだそうです。
つけてみました。いや、すごくいいです。いや、いい買い物しました。なんでこんな1年もね、封印してたのかっていうぐらいバカでしたね。ただこちらこの市販の商品なんで、おそらくですね、店舗によって売ってない可能性もあるので、概要欄にですね、このタッセル、なんかこれおしゃれだな、かつお値段もお休みだなっていうものをですね、貼っておきますので、つけるだけでですね、部屋の雰囲気がガラッと変わるかと思いますので、ぜひですね、自分が好きな部屋の空間をイメージして、タッセルをつけてみるといいかもしれません。というわけでですね、この動画でですね、おすすめしたい商品、おすすめしたい映画やアニメやドラマですね、そういったものをですね、出しております。ぜひですね、興味がある方はですね、他の動画を見てください。再生リストも作っておりますので、あとよかったら、いいねもお願いいたします。というわけで、次の動画でまた会いましょう。